はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、上等のトレーナーに初代ポケモンの強さを分からしてやったー。今回はこの子でいきます。はい、コイルねー。磁石ポケモン。高さ30センチ、重さ6キロ。なるほどね。うん、何がなるほどかわかんねえな。適当に言っちゃった。ナンバー81と。いや、結構終わりー。あと70匹か。まあまあ。左右のユニットから強い電気が出るとコイルの体は強力な磁石になる。左右のユニット?何ユニットって。あの、U 字磁石かな。強い電気が出るとコイルの体は強力な磁石になる。あ、じゃあ普段は違うんだね。なるほどね。磁石ポケモンコイルね。これコイルね、結構好きですよ。うん。コイル可愛いよね。まあ、人気投票ね、2位になったのもうなずける可愛さ。コイルさん。コイルショックね。本当は1位だったのかな。まあ、不正投票で、だから、かや、それもあれだけど。ということで、名前はお兄ね。2位から来てます。はい。アニメーションごめんなさい。ちょっと長くなりそうなんで飛ばさせてください。6レベルからね。電気ショック覚えるんで。まあ、あと何せこの、あれよね。今一つと。鋼タイプがついたことにより、鋼タイプついたコイルってめっちゃ強いんじゃないのこれ。どうなんだろう。所属値は、HP25 しかないんだ。低いね。246位。なるほど。一番低いのマジで誰なんだろう。攻撃は35低いね。226位。で、防御が70もあるんだ。防御70なんだね。101位と。特攻すごいな。95ある。95? 39位。特防55、157位。素早さ45、180位と。合計325の179位。あ、でも325あるんだね。まあ、一進化だから、そうか。若干高いか。これさぁ、しかも毒も怖くないのいいな。弱点めちゃくちゃないよ。だって格闘地面炎だけだよ。地面技ってほぼ使われなくない?え、これ3世代目で浮遊とかついてる?もしかして強すぎない?そしたら。格闘と炎しか通らないと。そんなきゃないか。そんな強いことある、ありえる?ああ。まあ、わかんないですが。楽しみですね、結構。まあ、覚える技がなぁ、ちょっとね、電気タイプばかりなので、地面に弱すぎるから、メザパですよね。メザパで水とか氷引いた日には強いですよ。あ、そして6で電気ショック覚えるのマジで可愛い。好き。めっちゃ好きだ。ああ。いや、威力40のタイプ一致技を、の特殊攻撃を6で覚えるポケモンはなんか意外といない。なんか12とか13なんだよね、みんな。マジでありがたいわ、これは。いや、結局さ、もう6でこういうの覚えてくんないと時間かかるだけだから。よーし。ああ。そうしたらどうしよっかな。何せ技が渋い。うん。でも一応、雨乞い覚えんだな。雨乞い覚えんのいいじゃん。こいつ戦っとこうかな。雨乞い、雷できるし、雨乞いしたら火の技はダメージ軽減できるし、ありだな。まあでも、電磁砲もあるからな。雨乞い、雷、電磁砲。ひどいね、結構。まあ、ロックオンもあるよ、一応。まあ、強いて言えば、転がるのは覚えるけどね。違うのが良かったなぁ。転がるだともう転がるになっちゃうからなぁ。まあ、あとは、いやでもスピードスターか。攻撃技がとにかくちょっと少ないね。まあ、メザパに期待しましょうか。メザパ次第で技の構成を変えると。メザパ次第ではソニックブームを使わなきゃいけないのでは?地面タイプってさ、あ、でも違う、いるわ。鋼エルと、
ンム、あ、イノムか、イノムに打点がないのか。まあ、一応スピードスターですね。スピードスターでその2体と戦うのきつくないか。まあ、あとソニックブームが一応あるけどね。メザパがいい技じゃなかった時結構絶望的ですね、これは。ドキドキです。よし、まあ、ここは余裕でしょう。なんかすごい何の心配もないな。鋼電気だから飛行渋市もしかして。そうだよね、多分。うん。余裕じゃん。これでも、あー、メザパ何がいいんだ？メザパ氷とかがいいか。他にも打点ないもんね。1。炎にすずめからダメージ1だったやついる？石つぶてすら1じゃなかった気がするんだけど。おお、そして、幸先がいい、麻痺。1ダメージで鬼すずめに勝った。ここの鬼すずめに1ダメージで勝ったやついないんじゃない、過去。ワンチャンあるとしたら超音波を最初から覚えてるやつぐらい。なんかレベルは上がりにくそう。ま、楽しみですね。これでも途中までは余裕なんで、パート1か。エンジュまでは余裕なんじゃないかな。あ、呪いがやばそうだけど。呪いがだるいか。なんだ、それくらいですよね。あ、でもあれだな。電気ショック以降、技は全然覚えねえや。10万ボルト。10万ボルトねえのもきついな。威力60の電気技追加されてないもんな。そっか、じゃあ電気ショックで頑張るのか。え、そう考えるとあんまストーリーだと微妙なのでは。最序盤楽なだけで、エンジュぐらいからあんまり楽じゃないよ。まあいいか。まあなんとかなるでしょ。進化は30レベルね。あとこの後ろ姿の可愛さよ。なかなかに可愛いよな。コイルだったら勝ってもいい。30センチしかないし、なんか携帯とか充電してくれそうだし。うん、名前はシリにして、シリ充電しといてみたいな感じで使えそうだよね。あ、待って、これ余裕だと思ってたけど次泥かきあるじゃん、やばくね。はい、回復してきて、でこれやばそうだな。しかも多分素早さ勝てないしね。素早さは何だったっけ、主導口。45か、無理だな。そっか、まあダメージによるけど、てかピジョンも泥かきあるよね、確か。いやー。一撃で落ちないのであればほぼ無理。あ、受ける。22。うわー、終わりじゃん。終わりの始まり。一撃か。なるほど。じゃあこれでレベルが上がらない。もう、泥かきあるよな、確か。はい。ですよねー。まじかー。どうしよう。レベル上げるしかないか。ひどいな、これ。これ結構やばくないですか？結構やばいね。でもとりあえずここで1レベル上がるから、まあ、やってみようかな。これで、まあ、11。あ、やっぱこれ、ポッポに先制するの最低条件な気すんな。ポッポは1撃倒して、ピジョンは2発で倒せればいけるかもしれないぐらい。13ね。ピジョン、いや、ポッポで11受けて、ピジョンで13なわけないもんな。どんぐらいですか？ 1 残んないかな。はい、あー、全然残る。10。あの、防御曲がったのか。これで麻痺させれば勝てるんじゃない？急所か。ある、はい、あ、どうする、どうする。あ、しかも木の実で耐える。2回チャンスある、いけるでしょ。あ、やりました。なんだよ、いやー、さすがだな俺。うん、マヒルって信じてたもん俺、お兄のこと。完璧なタイミングのマヒだったな。かわいそすぎる。ハヤトがかわいそすぎて見てられないよ俺。はい、まあ、んな感じでね、
リングバッジゲットと。やりました。よかった。あ、でもこれ1レベル、11レベルで一応超音波覚えたからね。まあ、最悪16まで上げればソニックブームで倒せたし。まあ、どの道行けるはいけたでしょう。あ、よかった。沼らなくて。そしたら、ヒワダから、ヒワダジム行こうかな。はい。そしたら、ヒワダジム行きましょう。余裕です。いや、強いわ、普通に。うん。まあ、弱点になるやつは避けてきたからあれですけど、強いですね。めちゃくちゃ楽しい。はい、電気ショックね。ここも電気ショックとか、ストライクが、あ、効果ないです。連続切りと電光石火か。飛行張るからね。余裕なんじゃないでしょうか。一応スピードスターの技マシン覚えるけど、まあ一応、うん、取っとくというか、買わなくても何があるか分かんないから、メザッパで消した後覚えさせたくなるかもしれないしね。まあ一応取っといて進んでいこうかな。超音波覚えたけど、まだ使ってないしな。あの、超音波覚えんだったら嫌な音とコンボができますね、一応。いや、嫌な音、超音波、電磁波、どうですか？害悪すぎる。あともう一個転がるにする？意表をついた技構成ね。俺、そういえばコイルでの技しか見てないな。エアコイルになればもうちょっと技増えんのかな？技マシン。どうなんだろう。増えてたら嬉しいけどな。間違えて冷凍ビームとか覚えないかな。あ、トライアタック覚えるわ。トライアタックいいじゃん。楽しいし、あれ。35レベルでトライアタックとスピードスター覚える。トライアタックメガトンパンチ。オンチ出たな。技は、技は増えないね。技マシンの。あ、そしてソニックブーム。悩ましいね。技が。戦っとくか。10万ボルト欲しいよな、普通に。なんで10万ボルト？電気ショック使えんのになんで10万ボルトは使えないんだろう。不思議。最終的はどうしよっかな。雨乞い。電磁砲と雷悩みますよね。雨乞いでも雨乞い覚えんだったら雷あってもいいなってなるしな。雨乞い、雷、トライアタック。うん。目ざっぱ次第だな、やっぱな。電磁砲も使いたいしね。あの、電磁砲って威力100か。もっとあんのかと思ってた。威力100か。じゃあ、雷でよくない？雷で、30% 祈った方がいいような気がするんだけど。それもありだな。雷、雨乞い、いや、超音波、あ、電気ショックの麻痺率がすごい。あら、スピアって毒虫か。はい。ちょっと待ってね。はい。今ね、電話来てさ、あれでした。パートさんが入院しちゃったみたいで、まあ大丈夫っぽいんですけど、シフトが大変なことになりましたね。まあまあまあ。休みの日にな、こういう電話あるとな、いやまあ当日よりはいいか。まあそんなことよりまあ無事でよかったって思うか。よかったよかった。明日からしばらく人が足りないですね。行きましょう。そんなもう気を取り直してポケモンやろう。もう忘れよ。で、電気ショック。ここももう余裕よな。何も考えなくてもいいや。ちょっともう、よくない。ちょっと仕事のことも頭によぎっている今。一人いないからこうしてあしてみたいな思考になっている。よくないね。休みにならないよ。はい。まあいいか。17ね。あ、つかやっぱレベル上がりにくいな。
これ電気ショックよりワンチャンソニックボムのが与える説あるか。いや、なんか道中のさ、釣り人とか結構倒したんですよね、俺。簡単に倒せるからレベル上げとこうって思って。倒した割には全然上がってないですね。まあまあまあ。強いもんね。はい、そして、コクン倒し、はい、ストライク。連続切りなんだ。2受ける ?2 受けんの?2 受けるとなると、ちょっと4発、3発以内に倒さないと、でも大丈夫です。まあ、てか、どの道あれよね。4音波とかやってれば勝てたし。いや、やっぱ、鋼タイプが強いのか。2世代目の鋼タイプは強すぎる、もしかして。いや、危ない。空所で待ちてたか。はーい。やりました。18。はい。18。もうすぐ電磁波か。電磁波もなぁ。捨てがたいけどね。電磁波もまあまあ好きなんだよな。まあ、でも電磁波やるぐらいだったら2回攻撃して倒せよってなるもんね。ストーリーごときであれば。まあ、でも超音波と変えるのもありっちゃありだけどな。命中が75で、まあまあ一緒か、実際。よし、そしたらライバル戦行こうか。まあ、ここも別に大丈夫だよね。ソニックブームってオーストに効かないよね。うん。効かなかった。確か。いやー、でもやっぱあれだな。特攻高いといえど、ちょっと効果力技がなすぎるか。円寿前のライバルぐらいがちょっと不安ですよね。こうなると。うん。磁石舐めてる。ちょっとビリビリするやつじゃん。舐めたことあるからわかるけど。俺子供の時なんかめっちゃいろんなもの舐めてたんだよな。よくなんか腹とか壊さなかったな。健康なんですよね。あ、でもなんかあれだよな。2年前ぐらいからめちゃくちゃ、ああ、そっか、俺マグマラスにしちゃったのか。いや、まあ攻めるか。めちゃくちゃ病気になるな、そういうの。36。あーっと、やばすぎ。あー、に、あー、煙幕。超音波当てる以外に勝ち筋がないですね。いやー、そっか。思った以上に受けんな。はい。はーい。そしたら、どうしよっかね。まあ、超音波だね。26ダメ受けても、超音波ってやばくねえか、結構。いや、お前、催眠術さっき使わなかったじゃん。いや、でもまあ、別にいいか、ここは。むしろ、まひらないまま。ダメージ与えれると思えれば結構いいかもしれない。逆に素早さ26以上保ちつつ、うんだね。はい。うん。ああ、もう、あ、オッケー、ナイス、こう、素晴らしい。いや、素晴らしくもねえな、別に。どの道に耐えるもんね。まひんなかったのがいいか、でも。よし、でも超バカだろうな。でも一撃倒せないから煙幕入りもある。あ、ないんだ、ないんだね。いやいや、これもう回復してもラッチ開かないんで、超音波した後は死ね。超音波した後はもう電気ショック連打しかないよね。マジか、やる。はい、ゴースを倒し、え、やっぱレベル、いや、電磁波覚えたとしたら、あ、体当たりと変えるか、電磁波。ありだよな。痺れるまで回復。21まで上げれば勝てそうだな、とりあえず。なんで俺マグマラスにしちゃったんだろう。ここ難しくする必要ある？おーい！あーはははは。3、何回2連続？まあまあまあ。5回までは許すよ。はい、オッケー。とりあえず倒し。マグマラシね。そうそう、超音波。
まあ、5回までは許すって言っちゃったからな。そう。でもこれ、わきわか。でも、わきわか2連続引くだけだもんね。ああ、いや。非常につまらないなー、これは。これはひどくない？優勝だし。いや、つまんねえなー。とか、何も起きてない。はーい、麻痺をしてしまっていますが。なんかあんま画面見てなかったんだけど、3、4回痺れてたな。煙幕してきた！おーい！どうしてなんだよー！今当ててればめちゃくちゃ可能性あったじゃねえか、ば。いや、待って、本当に5連続外した。やば！え？いやははは。キモいねー。今日もキモいねー。お、チャンス来たぞ。でも、煙幕。逆に当てるんだよね、こういう時って。今まで何だったんですかね。5連続も外しといて。で、電気ショック外す落ちだろ、どうせ。あ、はい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 。あ、あ、なんかもうな、腹立つな、これは。いやー、マジか、当たんねえんだ。いや、もう勝てる気せんのだけど。はすごいストレスだ、急に。はい。うわ、また煙幕食らったのに、ジョンパ当ててる。いや、もうなんか、あんま画面見ないでやってるなぁ、イラつくから。はい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 。投げやりですもん。いや、俺さっきさ、いや、これ悩んでんだけどな。もう無理だ。無理すぎる、これストレスすごいぞ、これ。いや、しかもこんな溶けてるし。いや、スピードスターの方がいいですかね。これ、スピードスターに変えよっかな。お、勝てたね。煙幕なしパターンですね、今回は。いや、これもう、でもやるしかないよね。はい。よし、OK、ある。ここで巻きさせれば回復してもいい。10杯引け。そろそろ、もういい。はい。ああ。あるぞ。もういいぞ。はい。ああ、もう。もう許してくれ。もうすぐ30分くらい経つな、これ。あるかな。次は気若で勝てるけど、なんかもう、どう？勝つときはあっさりいける？ああ、勝った！やっとだわー。節30分。いやー。しんどかったね。なんか思ってたのと違うな。アリゲイツにすればよかった、敵。ほんと思ってたのと違いましたね。よし。長かった。ちょっと結構ヘキヘキとしてしまったな。弱いやつが大嫌いだって。俺は強いやつが嫌いだ。もっと寄り添ってほしい、力があるなら。こっち。じゃあ、あかねちゃん行こうかな。はい。そしたら、小金ジムね、行きましょうか。あけみさーん。俺のこと、ニーニって呼んでください。ニーニがいいかな。逆にこういう人に呼ばれたいよね。行きましょう。ライバルで苦戦したからちょっとな。頭がおかしくなっちゃったかな。あ、で、21で電磁波覚えたので、体当たりと変えたんだけどさ、いや、どうなんこれ。いや、でも目覚まし台ではソニックブームがないと無理だと思ってるんですけど。どうしよっかな、マジで。でも、超音波いらんかな。超音波腹立つだけだもんね。いや、でも超音波なかったらマグマラしか出てないからな。いや、まあ電気ショック一発で、麻痺にして、痺れるまで回復とかあるけど。ああ、まあそう考えると、勝つ可能性は無限大ですね。はい。低い確率を引けば。あ、いいね。低い確率。悩ましいなぁ。目ざっぱ。
結局メザッパでどれか忘れさせなきゃいけないわけだもんな。いや超音波だな。超音波いいや。超音波外してイラつくぐらいだったら電磁波してた方がいいもんね。あでも違うわ、地面タイプに勝てないんだわ。はあ、いや待って地、ああそっか、超音波ないと地面タイプに勝てないわ普通に。うん無理だね。いやマジメザッパ大事だ。どうしよう、電磁波がいらないか。あ、ナイス。じゃ電磁波とメザッパ変えて。なんだよ、まあ、タイプ次第ではスピードスターカトライアタックという感じになりそうですね。2発で落とせてよかった、イカちゃんね。お兄ちゃんって呼んでください。うん、兄貴でもかです、兄貴。いやまたは下の名前呼び捨てね。うん、妹からね。いいなぁ、兄を兄以上に思ってくれる可愛い妹欲しかったなぁ。うん、まあ、姉がいます。妹が欲しかったなぁ。いやでも甘やか、多分俺妹にもコミッション発動するからな多分。ほんでマジあいつキモいんだけどみたいなのを言われてるのを目に浮かぶわ。花びらの、あ珍しく雑魚い技やってくれた。あ待って、花びら、あちげえわ、倒媒だ。あちげえわ、鋼だ。いいね、俺はいいぞ。次のターン回復して混乱で倒せたら嬉しい。あら、おなんか2発目の威力弱くね。まあしょうがないね。花びらの舞優勝かい。とにかく何かしらの爪痕は残そうとしてくんな、このピッピ。やめろよ。いや、まあね。まあね。おい、いや、急所を出すんかい。当たりやすいとはいえど。何してくんの？テクスチャー。ノーマルにしかなれないでしょ、多分。よし、やれ。あ、オッケー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 。なんか、まあまあまあ、順調ではなかったか。急所2回も受けたし。そしてミルタンクですよ。まあ、電磁波からかな。あ、転がるですよね。はい。2か。結構きついね。まあ、超音波は信用ならないんでね。よーし。信用なります。チッチ。うん。チッチにしか目がいかんな。いや、さすがに電気ショックか。ソニックブーム、ソニックブームいい力な。30くらいにしてくれりゃいいのに。あ、溶けた。早い。溶けちゃったのもう。あのダメージ量ではどうせミルク飲みをされちゃうんでね。混乱さすしかないよね。はい。おい。うまくいかんの。次が、あ、でもどのみち先制、あ、そっか、先制すればミルク飲み怖くねんか。さすがに使ってこないよね。あ、わきわか。はい、勝ちました。でも、電磁波と超音波あると強いな。あー、これあれか。ヒョンチーを思い出すわ。ヒョンチーも強かったもんな。はい、アカネちゃん。負けたんで、俺のことをお兄様と呼んでください。うん。アカネは、なんだろうな。兄ちゃんとか呼んできそうだけど。あれ？アカネから、でも関西か。ああ関西ってお兄ちゃんのことなんて言うんだ、方言ありましたっけ、わかんないな。あ、そもそもお兄ちゃんって方言で言い方変わる、どうなんだろう。まあお兄ちゃんいいよな。一時期メイド喫茶でお兄ちゃんって呼ばせてたわけじゃないですよ。俺のことをそうやって呼んでいじってきてくれる子いたな。はい、そしたら焼けた塔ね、行きましょうか。俺今最悪を想定したんだけどさ、呪われてマグマラシに行ったら絶対に勝てなくない？勝てないよね、明らかに。いやどうしよう、もうすでにメザパ欲しいもん。いやどうしよっかな。
いや、先生の爪持ってるんで、もうゴーストかな？ゴーストはもう初手超音波ですね、これ。で、呪われないうちに勝つしかない。もうそれしか可能性を感じられないな。20レベルじゃ一撃じゃ落ちないもんね。全然余裕じゃねえじゃん。ああ、やった！アニメーション飛ばしてた。やったぜ、あるぞ。先制した。わきわか！ですよね。先生の爪出して超音波せっかく当てたのにな。うわ、しかもわきわかんダメージ思ったよりね。マジか。これエアコイルにしてしまおうかな。無理だよね、これ。結構今いい感じか。はい。いや、いい感じじゃない。当てればあったな。当てればあったね。でもダメージだけ知りたいな。おい。煙幕を一回食らうと、電気ショックは当たらなくなります。はい。27耐えずと、半分以上剣のね。これはやばい。はい。いやー、まあ、でも初手呪いじゃないパターンもあると思うんで、まあ、その時にどうできるかだよな。はい。もう終わりだもんね。じゃあもういっそ、電気ショックで入った方がいいかな。電気ショックで入れば、呪いのダメージなくて済むかもね。いや、微妙か。いや、マグマラシも、とって煙幕かもしんないから、電気ショックで入ってみようかな。あ、火の粉かい。あー、30ダメね。半分与えるなら、あー、与えない。あー、呪いか。忘れてた。無理だな、これ。どうしよう。結構エグいんだが。はい。ということで、ちょっとレベル上げてきましたと、1レベル上げて、かつゴーストを倒せば、もう1レベル上がるんじゃないかぐらい倒して、いや、電気ショック2発にかけるわ。先生はしないよね、そりゃ。ここ、でも落とすんだったらもう電気ショックでもいいかもな。あ、落とすんだ。なるほどね。どうしようかな。あ、レベル上がらんのかい。ね。いや、どうだろう。電気ショック2発でいけるか。あ、OK。ここで前一つすればいい。先生の爪だ、これは。はい。いい。いや、いけんじゃない。いや、待って、微妙だぞ。いや、煙幕がある。そっか、次先制しねえもんな。いやー、でもあるな。え、いけるんじゃないか、これ。結構いけると思ってるよ。でも煙幕を食らうと、当てる。オッケー。素晴らしい。勝つときはあっさりなんですよね。だから、最初からやれよって思うんだけどさ。で、次は？いや、待って、コイルがいるな。うわー、うぜー。マジうぜー。いや、ちょっと HP が低すぎてきびいな。うわー。21。あ、積んだ。無理じゃん。ソニックブーム外すの待つ？来たぞ。何発だろう？多分10発ぐらい使ったな。これ先に電磁波打っとこうかな。え？マジかよ。え、超音波してきた。え、電磁波って効かないの？そうなの？え、超音波、もしかして、ソニックブーム切れた？ソニックブームなくなった説あるな。いや、でもそんなに20発も使われてないけど。あーん。ですよね。なんなんだよ。はい。はい。あ、多分ね、枯れたな。いい傷薬24個買ってたんだけど、あー、倒さないか。今4個になったんで、多分枯らしたと思う。あ、枯らしたね。ただ超音波が良くない。いや、どうしよう。まあ、攻めるしかないよな、これは。もう、いい傷薬も4個しかないから。オッケー、ナイス！てか、電磁波って命中100じゃなかったっけ？違ったんだっけ？マジミスったな。ズバッとねー。わけわかが怖いぞ。はい、回復して。あ、噛みつくが3段目ね。これはいける。長かったー、マジで。あと、アイテムがえ？ははははは。あ、俺、煙幕食らってるっけ？煙幕食らってんのか、これ。やばすぎ。いやー、あとね、いい傷薬があと1
こなんですよね。マジでやばいです。混乱とりあえず解けろ。あと一撃で倒せ。やめろよ。あーやばいって、やばいってば。マジかよ、やってらんねえ。はい、まあ一応木の実があるけどね、回復しきれないからね。はい、解けろ。あー待ってくれ、許して。よし、あて、あもう、はぁ、マジキモい、キモいなぁ。優勝、え、あ、まだあるじゃん、黙っちゃったけど、まだあるぞ。よし、あて、やってくれ、頼む、一撃で倒してくれ、お願い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 。よし、やったー、危ねー。あー完全に終わったと思ったー。全財産と全いい傷薬は使い果たしましたが、なんとか勝てましたね。ライバル戦だけで10分ぐらいやってたけど。よし、ラインジョジム行こうか。ちょっと長いのが続いてるな。はい、そしたらエンジョジムね、行きましょうか。やっぱこの辺りの敵もさ、呪いを受けて結構だるかったんだよな。まあ、だるかないな。何体かいたらだるいなってな感じだったけど。だからちょっとね、松葉ちょっと怪しいんですけども、けどもですよ、ここで進化します。うん、もう29レベルなんでね。いいぞ、お兄、お兄が本当のお兄に、お兄が3人に増える。時間どんななんだろう。コイルが集まった、くっついたみたいな感じなのかな。よし、でこのね20のゴーストはね先制取れないしね、一撃で落ちないんだよね多分。あ、でもレアコイルになれば落ちるな。さっき22レベか1レベのゴーストを8割ぐらい減らしてたんで、うん、能力もあんま見てなかったけど、ここ68か、なんかそんなベラボーに高くはないな。え、てかなんか低くない。防御も高い、防御との差なすぎない。防御もなんか結構高かったか、ちょっと口が。はい、ということで進化ね。30レベルで進化嬉しいな。なんか最近長めだったからな、進化まで。はい。エアコイルも可愛いよね。エアコイルの種族値を調べておくか。はい、音はうるさい。一番下のやつ明らかにひっくり返ってるよな。かわいそう。はい、レアコイルね。磁石ポケモン。1メートル60キロ。1メートルで60キロか。めちゃくちゃ太ってるね。いや、もしその体型の方いたら申し訳ない。エアコイルがたくさん姿を現すと、磁気嵐が起こって通信が乱れる。迷惑じゃん、じゃあ。めちゃくちゃ。Wi-Fi、Wi-Fi ぐちゃぐちゃになるってこと？なるほどね。まあ、レアコイル3ならいけんじゃないか？種族値今見たけど、なんか思ったのと違ったな。HP50。低いね、HP。攻撃60。攻撃60あんのか、まあ。まあ、ギリ許せるぐらいであるな。メザパ最悪、物理技でもタイプが良ければって感じだな。で、防御95、38。で、特攻120ね。すごいね。8。え、後ろ姿かわいい。お尻みたい。お尻じゃん。これ倒すんじゃねえかな。120はすごいね。8位か。え、上誰だろう。AB が130だったよね。フーディン135。で、ミュウツーがいいのかな。同率で8位なのかな、もしかしたら。で、特攻が70。まあ、これ結構いいね。耐えれるね、70あれば。あー！そったれが倒せねえのかよ。鬼。素早さは70で100位。合計465か。意外と低いな。83位。思ったよりでしたね。いや、2発で落とすんだったらもう行っちゃおうかな。うわぁ。呪い眠りは無理よ、もう。呪い眠りは無理だな。いや、でも冷静に考えると受けるダメージがないのか、別に。じゃあ、いけるのかな。4本当てとくじゃん。よし、OK、先生の爪かな。ありがてえ。なんとかゴリ押しいけそうだな。でも、あれか。いい傷薬が5個ぐらいしかねえ。他は脇若でお願いしたいよ。よし。いいね。
あと4個しかないですね、いい傷薬が。溶けた。あー。いや、でもこれは多分2発でいける。あ、先生かな？先生の爪だよね、多分。え、どうだろう？微妙だな。次で落とせるね。ナイス。はい。あー、なんだ？先制してたっけ？あれ、1段目から先制してた俺。あんま、ちゃんと見てなかった。へへへ。オッケーオッケーオッケー。いいですよ、これは。素晴らしい。待って、ナイトヘッドで負けるか、これ。ナイトヘッド呪いで負けそうだな。うん。ナイトヘッドがあるのか知らんけど。呪いのダメージが、19。よし。いや、もう遅。これ押していきます。アンバー与えれば勝ちだね。今のが先制の爪じゃなければ。19ね。で、あ、やっぱあるよね。危ない。え、でもどうするこれ、先制取れんじゃないの。一応回復しようか。はい、回復して、ナイトヘッド、どの道勝てないか。19と23だから、42ダメ、あ、勝てないよ、無理じゃん。回復した意味ない。はい。よし、OK。なんだよ。先制するんかい。はい、ということで、結構まあ、思ったよりは苦戦したな。やっぱ呪いがだるいよな。特攻が、いや、でも特攻120あってもさ、波乗り覚える特攻が、どんぐらい？ 60 のやつと変わんないもんね。こんなに。あ、それはちょっと違うか。まあいいや。まあそんな感じで、レアコイルね。まあなんか思ったより時間かかったな。なんか疲れた。戦闘が長くて。まあ、マジ次回、メザパから行きますけど、メザパ次第では旅の難易度がぐっと変わりますね。まあ、結構、今までの中でも楽しみかも。楽しみっていうか、今日。うん。はい、まあ、そんな感じで、コイルバージョンね、よかったらよろしくお願いします。はい、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。